今日も大変失礼いたしました。遊泳の皆さんと競えるなんて光栄の極みっす。よろしくお願いします。行くぞ。夜嵐稲佐、昨年度、つまりお前らの年の推薦入試トップの成績で合格したにもかかわらず、なぜか入学を辞退した男だ。遊泳大好きとか言ってる割に入学を蹴るってよくわかんねえな。だが実力は本物だ、マークしとけ。さあコスチュームに着替えたら試験開始だ。時間を無駄にするな。ヒーロー仮面取得試験当日、僕たちが円陣を組んでいる。目の前にいきなり現れた。始めよう。ついに始まる仮面一次試験。僕たちはヒーローコスチュームに着替え、試験内容の説明会へ向かった。仮面一次試験の通過条件というのがこれです。受験者はこのターゲットを3つ、体の好きな場所、ただし常にさらされている場所に取り付けてください。ターゲットにボールが3つ当たった時点でその受験生は脱落、3つ目のターゲットに当てた人が倒したこととします。2人倒した者から勝ち抜けです。通過は先着100名のみ、101人目からは不合格とします。ルールは以上。それでは仮面一次試験を始めます。4、3、2、1、スタート。地震、いや誰かの個性で地面が割れた。まずい、早くみんなと誰かと合流しなくちゃ。一人でいたらやられる。互いを生かす連携や戦況判断の年季が違う。全国の強い人たち、なんでだろう。ちょっとドキドキしてきた。当たった。ダメですよ、ぼーっとしてたら。でもピンチなのに笑ってるなんて変なの。目の前から突然現れた。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。この帽子、止血暴行。形は余裕があってかっこいいね。こんなボールで殴ればいいじゃん。よく喋りますね。ユウちゃんに話してる場合じゃないのに。マジ通だ。よいしょ。足の中心に足技だ。やっぱまだまだしょ。マジ肉の手バン取りまマジ好奇。ほら調子さく。それでも救う。勝って証明する。まだ道の途中なんだ。早めに脱落する可能性を考えて会いに来たの。せっかくの交流チャンスだし、あなたたちのこともっと知りたくて。
えない。消える個性だと思ってる？私はただ隠れてただけよ。これは技術。相手の目と耳から私の存在をそらすのよ。止血ではそんなことも習得できるんですか？その瞬間、息を止めて何も考えず潜む、紛れるの。何も考えずが難関よ。コツは訓練も訓練と思わないこと。危な、最悪だ。誰とも合流できず大勢に囲われてる。さっき考えてた最悪を実現してしまった。大丈夫？こっちに早く。この声はウロロカさん。目の前、ウラーカさん来てくれたんだ。だけどなんだ、始めよう。僕は開始直後に何者かの個性によってみんなと分断され、大勢の受験生に囲われてしまった。そんな時、ウララクさんが助けに来てくれたけど、ウララクさんがいた足場が崩れてしまったんだ。足場が落ちる。あの時、僕が戦うことを選択せず腕を壊さなければ、コウタ君を保護し相沢先生のもとへヴィランよりも早くかけられていれば、ガッチャンを奪い返せていれば、オールマイトオールフォーワンと戦っていなかったかもしれない。人を助けるにはまず自分の無事、体が追いつくまで 100% の力は使わない。代わりに威力はサポートアイテムで補う。ありがとう。ごめんね、下手こいた。いや別に、そんな。それより、ひょっとして止血の人ですか？うららかさんは短い時間なら副作用を気にせず自分に個性を使えるようになってる。危ない目にあっても発動の素振りすらなく、何より無策のまま敵前に姿を現すなんて、僕の知ってるうららかさんじゃない。気づいて助けたってことは逆に利用しようとしたの？もっと教えてほしいな、君のこと。引っ掛け？なんだよもうこの人。デク君、大丈夫？ファイナルラウンド、レディークラッシュ。まずいって。ライダー、やっと、早く早く、中々だ。超余裕。やっ、あれ、ちょっ、カウンター。ルグは、ここからでも上げてこ。ドーン。ここは超勝負。ぬマジで一発。よいしょ。え？もう一撃中何秒？やっついた。マジふぬ。え？当たり。カウンター。ミルグは。押し付ける。こっから、マジ僕の手。ドーン。やっ、やったな。やっ、やっ、こっから飛べ。味気なくない？こっちがあれば。いたつく。ほっ、めんが。オッケーオッケー。冬、こっから攻める。撃つよ。
ても有意義だったよ。ニューストーリー。反応すごい。うららかお茶子さん、とっても信頼されてるね。いいとこだったけど、俺じゃもう無理ね。じゃあね。追うのはやめよう。個性の関係か、服ごとターゲットを脱いでる。狙われるリスクはあるけど、あの人を狙うのは難しい。やじゃ。ウラークさん、来てくれた。なんだあの人。始めよう。試験開始と同時に爆豪と霧島が走ってっちゃうから、寂しくてついてきちゃった俺。死血生と鉢合わせてしまい、そいつの個性で霧島が丸くこねられた肉になっちまった。これは G である。就学時より責務と教授を寛容する我々と、そやでただ者のままヒーローを志す諸君との水準差。責務？教授？ペラ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 と。口じゃなくて行動で示してくださいよ先輩。なんつったあの人、頭に入ってこねえ。目が細すぎて相手の実力が見えませんだとよ。私の目は見目よき頂戴である。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。 UA 高校、私は尊敬した。温厚と誤することに誇りすら感じていた。そう、諸君らは品を落としなければ。特に貴様だよ、バクオー。ぶっ殺す。嫌いなタイプ、ぶっ殺す。丸める。砕く。試させる。へこみやがれ。やってよ。任す。ね、こっからだ。逃がすかよ。余裕だ。これか。貴様は破れる。決して試させろ。へこみやがれ。やれ。ぶっ飛べ。やらねば。ね。別だ。挑戦する。バカ。バクサイ。くっせ。やれ。ぶっ込むぜ。こっから逃がすかよ。やれ。バカ。やっせ。まだやれ。からそこで投資戦だ。バクサイ。これか。貴様は破れ、私は破る。しむく反撃だ。今これ私としたことが。少しは楽しませろ。雄英だろうが死血だろうが関係ねえ。俺はお前より強え、それだけだ。私としたことが。しかし私が倒り気づかせよう、ふさわしい虚子こそ品位であると。何なんだこの人は。こんな戦闘不毛すぎだろ。早いとこ切り上げっぞ。飛び道具か、目障りだ。先に丸めてやろうか。俺を無視すんだ。してないな。うっそな。霧
島に続けて始めよう。今試験は異例の少数採用。オールマイトが引退した今、本来であればヒーローは増員して叱るべきでは。これが示唆するは、無造無造の淘汰。それを参助したく、こうして諸君らを排している。試験そっちのけでやるとかおかしいよ。それにしてもさっきから対外中傷ひでえからね。聞くからやめてほしいんだよね。胸に刺さるのは己に自覚があるからだ。勝してくれれば幸い。俺のことじゃねえよ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。全部取るぞ。電撃エルステル。危うい。ちょっとバチバチ返してくれ。この角度最高。乗る。ごめん。ちょっと痛い。あっ、そらって完璧。余裕だ。これか。弾劾注意。失着し。ベルト。貴様は破れる。まだ。返してくれ。ライクで、バチバチ会心の一撃だ。よっと無駄打ちじゃねえ。まだやれるぞ。ライクン撃うっかー。もうね。俺の雷撃エクセレンニューストーリー。そやで下水道みてえな爆豪も割と真面目にヒーローをやろうとしてますよ。霧島も友達のために敵地乗り込むバカがつくぐらいいいやつっす。立場を自覚しろという話だバカ者が。断片的な情報だけで知った気になってこいつらをディスってんじゃねえよ。押すんだよ、ホズレ。ありがとな、雷。ダメージ次第で解除されちまうんすね。通りで遠距離攻撃ばっかなわけだ。霧島に続けて爆豪まで。断片的な情報だけでディスってんじゃ。見つけたぞ青山くん。さあ俺と共にみんなを始めよう。俺は委員長として A 組を導くためみんなを探して駆け回っていた。青山くんと合流するも他の受験者に包囲されてしまった。しかし彼はなぜか空に向けてレーザーを放ったんだ。俺は A 組の委員長、クラスを導く立場だ。時間と足の許す限りはクラスに貢献したい。兄さんならそうする。俺の行動は俺の夢の形でもある。って青山くん、何をしている。目立ってる。僕はもう2カ所ターゲットをやられてる。僕をかばってると共倒れだから君に譲っちゃう。僕を取りに来る人の裏を書くんだ。君のスピードなら可能だろ。何を急に言ってるんだ。パパ、ママ、どうして僕はみんなと違うの。夢の形、僕はずっと対等になりたかったのさ。青山くんのレーザー、あそこにみんないる。その場で旋回を続けるのです。青山め、一網打尽の策というわけか。ブラックアンク、黒きカイナのアンアンリ。青山が作ったチャンス必ずものにする。取れるやつから取ってけ。みんな、青山くん、何をもって対等なのか物差しが違うゆえ分からんが、君のおかげだ。ありがとう。ま、
僕のきらめきは止まらないってことだよね。残り7名、5名、続々とこの最終盤で一丸となった UA がコンボを決めて通っていく。0名、100人、今埋まり終了です。青山のおへそレーザー見えたからまた集まれたね。ありがとう。こうして一次試験は終了した。 A 組のみんなはなんと全員通過。次は二次試験、気を引き締めて臨むぞ。なぜか俺を睨んでる。始めよう。一次試験が終わり、二次試験が始まるまで控え室で待機していると、止血の坊主が俺を睨んできた。おい、坊主のやつ、俺なんかしたか？ほほう。いや、申し訳ないっすけど、エンデバーの息子さん。俺はあんたらが嫌いだ。あの時よりいくらか雰囲気変わったみたいっすけど、あんたの目はエンデバーと同じっす。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。よし、エンデバーアンチか。上から。寒いのは好きか。いや、燃え下げる。凍結だ。危ねえぞ。消熱だ。燃えるっすよ。灼熱を。防空。沈むか。ここよ。凍るっす。我慢しろ。せい。やっくっ。加熱に。あっちっす。極寒だぞ。じっとしてろ。高威力。氷塊を。これは。退ける。危ねえぞ。消え。冷たい。消えそう。じっとしてろ。凍結だ。我慢しろ。解いてろ。熱いこのスネ。ここよ。いや、負けたっす。立ち止まるわけにはいかねえんだ。エクセレント。ニューストーリー。弱らし、やめなさい。トドロキ君、弱らしがプレイを働いてすまない。二次試験はお互い協力して頑張ろうじゃないか。それでは次の試験でラストになります。皆さんにはこれからこの被災現場で傷病者を救出してもらいます。救出活動をポイントで採点し、演習終了時に基準値を超えていれば合格です。ヴィランによるテロが発生。その場にいるヒーローたちは一人でも多くの命を救い出すこと。スタート。ついに仮面試験の最終選考が始まった。必ずこの試験を乗り越えて仮面を勝ち取るぞ。二次試験はヴィラン制覇。始めよう。仮面最終選考はヴィランを制圧しながらの救助演習。救助は他に任せて、俺はヴィランの元へ制圧の応援へ向かうと、あいつがいた。演習のシナリオだろう。どう動く、ヒーロー。さすがに余裕かよ。俺の炎で空気飛べ。ってなんで炎だ。熱で風が浮くんだよ。さてはあんた、手柄を渡さないよう合わせたな。
絶対そうだ。だってあんたはあのエンデバーの息子だ。はあ、誰がそんなことするかよ。さっきから何なんだよお前。親父は関係ねえ。ヴィランを前にくだらん喧嘩とは随分と舐められたものだ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。ヒーローってのは俺にとってあんただ。熱い心が人に希望とか感動を与える。それなのにエンデバーとあんたの目からはただただ冷たい怒りしか伝わってこなかった。マジだと？ふざけんなよ。俺はあいつじゃねえ。親父のことはもう乗り越えた。あいつの気はまだ。これ以上はと、せい！あがっ！ふん！来たぞ！私とは会うものだ。自由などない。しまった。アサン、しまった。アガク、せい、一挙一動、偶然の楽しみす。頑張るぞ。全霊をかけて挑む。熱き闘士こそヒーロー。お返しっす。気合いで。空気止め。どりゃ。行き過ぎたな。どうも大変失礼いたしました。ウィン。よっしゃ、光栄の極みっす。